Plain bagel and strawberry cream cheese. The cream cheese side. Cream cheese. Yes. Thank you. Thank you. Because of the in-game answers, yes, because John.例のごとく、プレーンベーグル、あとストロベリークリームチーズ、そう、あと私塗りたかったのでフォークももらってます。4ドル35セントですね。で、食べる前に一応でいつも通りちょっとベーグルの大きさを測ってみます。で、アブソルートベーグルはちょっとね、小ぶりな感じしますね。じゃあちょっと開けてみます。めっちゃあったかいわ。めっちゃあったかいし、なんかおっちゃんカットしてくれてるけど、なんかこんなにカットしてくれてる。この感じ。めっちゃあったかい。めちゃめちゃあったかい。で、一応長さ、11センチ。で、縦が10センチぐらいですね。ちょっと持ちにくい。10センチぐらい。で、あと重さなんですけども、置いてみます。重さが137グラム。137グラムやからめちゃめちゃちっちゃいですね。あ、そうか。あと高さも測らないといけないです。高さがこれ分かりやすいんです。高さが 3.5 センチですね、アブソルートベーグルはこうアジア系の方がされてて、結構レジのおばちゃんもまあベーグル作ってる人もなんかアジア系の人です。前行った時は
スッと乾いたんですけど、今日行ったらなんか結局買うまで30分ぐらいかかりました。すごい人気ですね。今来てるコロンビア大学の近くなんで、まあ、学生が多いのかな。ではベーグルをちょっと食べていきます。ではストロベリークリームチーズを塗って食べます。あ、めっちゃ美味しそう。こんな感じ。半分だけじゃなくて、半分切ってさらに半分切ってもらえるとなんか食べやすいんです。あ、めっちゃ柔らかいわ、マジで。これの柔らかさだったら、どうも日本人の方もめっちゃ喜びそうな柔らかさですね。めっちゃ美味しそう。では食べます。めっちゃ美味しい。焼きたてもらったんでめっちゃ柔らかい。めっちゃ美味しい。コロンビア大学で知ってるのは、ウォーレン・バフェット。ウォーレン・バフェットさんが株の勉強したっていうのと、あと小泉進次郎さん、今環境大臣です、の小泉進次郎さん、ここで学んだんですよね。やっぱ頭いいですね。あと宇多田ヒカルさん、宇多田ヒカルさんもコロンビア大学ですよね。なんかやっぱすごい人ばっかりですね。めっちゃ美味しい。これぐらい小ぶりの方が丸々1個食べれるかもしれないね。あと半分はホテルで食べます。この動画が面白かったり役に立ったら、いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ではご視聴ありがとうございました。バイバイ。